ドールズパーティーとは、株式会社ボークスによって主催されるドールと、その関連アイテムの展示即売会、ドルパと略されることがある。株式会社ボークスは1998年に、球体関節人形に参入し、スーパードルフィーの展開を開始した。同社役員である、茂田節のドールの交流会が開催できないか、という発案で、1999年2月より、 開催が始まった。名称は、ドールのお茶会という意味から名付けられた。そのため、毎回会場内に、ドール愛好者同士の交流専用のスペース、通称、お茶会スペースが設けられている。同様のドール系イベントとして、有志団体による、ドールショー株式会社有メディアによる、アイドールがある。それの中で、ドールズパーティーは、出店ディーラー数や参加者など、他のイベントと比較し、 多く、最も規模が大きい。1999年2月に第1回ドールズパーティーイン99が東京にて開催された。その後は毎年5月のゴールデンウィーク連休中と12月の年2回を東京で3月には京都で開催される。東京では第4回までは池袋のサンシャインシティで開催されたが収容人数が足りなくなり、 第5回以降は東京ビッグサイトで開催されている。京都では宮古メッセまたは京都府総合見本市会館で開催されている。イベント開催ごとにボークスがスーパードルフィーなどのドールおよびドール用品の限定品発売を行うことがあり、参加者は年々増加している。また、不定期に名古屋、大阪、福岡でも開催され、ホームタウンドルパとして 地元のドールファンの人気を呼んでいる。東京でも規模の小さなホームタウンドルパ東京が開催されたことがある。ありがとうございます。